はい、どうも皆さんこんにちは、武田でございます。ということでね、動画投稿10月毎日投稿するぞキャンペーン2日目でございます。イエイ。いや、前回の動画ですね、正直ね、なんだろう、あんまりクオリティ下げて皆さんに動画提供したくなかったので、なんかこう毎回ね、頑張ってこう外出ていろんな人と話したり自分たち動いたりっていう動画を皆さんにできるだけ提供したいなって思ってたんですけど、見てほしいなって思ってるし、僕たちもやっていきたいなって考えてたんですけど、その時間があまりないので、やっぱりこうトーク中心の動画になってしまいますけれども、案外ね、再生回数が悪くないときた。いや、嬉しいですね。でもやっぱこう話していくと、こう皆さんもコメントたくさんくれるじゃないですか。皆さんのコメント全部見てますので、もう会話は成立してますよ、皆さんと。なんか面白い意見もあったり、まあ、なるほどなって共感してくれる人もいたり、もう毎回コメントすごく嬉しいです。ありがとうございます。もう一つ話したいことあって、これ見てください、この T シャツ。これジュリアンからもらった T シャツなんですけれども、あいつがテキサスの合宿に行った時、ベイラー大学にキリュウとコーチと、3人で練習に行った時に、俺にお土産ですよって言ってこうくれたやつで、いやお前めっちゃできる後輩になったじゃんみたいな感じで思ってたんですけれども、こうもらって T シャツ見た瞬間、シミがついてた。多分ね、あいつ一回買って自分のものにしようと思ったけど、シミがついたことによってもうこれ武田さんにあげようっていう心理だと俺は思ってるけど、どうなのジュリアン。ということでですね、まあ、早速今日も話していこうかなって思うんですけれども、今日はですね、ドリルについてしていこうかなと思います。練習前のドリルでございます。陸上選手はその記録を出すため練習をするために、アップというとドリルをやらなければいけないですよね。皆さんやってますか、ちゃんとドリル。やってる？ドリル。ドリルで、なんだろうな、よく聞くのがやっぱめんどくさいねっていう話がよくあるんですけれども、僕はどっちかと言ったら好きな方かな。ドリルの大切なところって、体を温めたり、その日の体の調子が分かるじゃないですか。こう自分で動いてて、あ、今日こんな感じだなとか、自分が何だろう、練習をしている上でこのポイントにしたいところをそのドリルでこう強調できるところであったり、とてもいい、僕は好きなんですよね。やっぱり記録を追求する上ではとても大事なことだと思ってるんで、さっきも話しましたけれども、好き嫌いが分かれると、やっぱ嫌いな人にちょっと一応僕からのお言葉をちょっと少し言っておこうかなと思います。めんどくさいからドリルをやめると、なんだろうな、ただ毎日走ってるだけの単純作業になってしまうんですよね。よく為末選手とか、まあうちの桐生のコーチある土江先生とかもよく言ってくださってたんですけれども、考えて、頭で考えて走んないと、それはいくら練習しても速くなりませんよっていうことで、それを考える上で一番大切なのが、その陸上ではドリル、一番大切って言ったらちょっと過言ですけども、過言ではないから、まあいいや、そのくらい大事なものなん で土江先生もその練習本メニューが始まる前のそのアップの時の方がこう僕たちに熱く指導してくださっていたので、やっぱり本当にこれは重要なんだなっていうのがやっぱ身に染みて感じましたね。というのと、やっぱり人それぞれやっぱドリルってなんか違うじゃないですか、やってるものって。これでやっぱ注意してほしいのことがあって、やっぱり速い人のドリルを真似したくなるじゃないですか。やっぱそれってまあいいことではあるし、やっぱ人の速い人の真似をするってことはとてもいいことだと思うんですけれども、やっぱ人それぞれ体つきであったり、その自分が大事にしているポイントって違うと思いますので、まあ参考にしたり、今後自分がどこにポイントを置いてるのかで、その人のドリルを参考にすることはいいですけれども、まるまる全部それをその真似したりすると、その自分がドリルで何をやりたいのかっていうポイントもわからないまま単純作業になって何も意味がなくなってしまうと思いますので、まあ是非そこは注意してほしいなと思います。はい、ということでですね、この今いろいろ話させていただきましたけれども、ドリルをめんどくさいっていう人は考えてちょっと試行錯誤してやってほしいなというところと、なんだろうな、いろんな人の真似をすることも大事ですけれども、ポイントを見失わないでやることが、僕はその東洋で4年間やってきて、まあ10年間か、一応陸上10年間やってきて感じたことではありますので、まあ是非参考にしていただければなと思います。いやー、久しぶりに真面目な話をした。
最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。